はい、どうも、このファン最強キャラランキングトップ10を紹介していきたいなと思います。今は1周年と米粉実装で新規がたくさん入ってくる時期なので、もし間違って闇メリッサでゲームを始めたら、後で騙された、実は強くないよって気づいたら泣いちゃうので、常に最強キャラランキングを更新しなければなりません。実はミークさんの新しいランキング動画を期待してたんですけど、いつ動画を出すかわからないので自分で動画を作ることにしました。評価基準は有利属性ではないアリーナでの出場率です。では単刀直入に行きますね。1位からサンタウィズ、池綱カズマ、リゼロメグミン、エミリア、メイドリーン、音声メリッサ、振袖アクア、伝説アクア、雷シエロ、伝説ダクネスの順位になります。おめでとうございます。このあたりは何も言わなくてもわかると思うんですけど、音声メリッサはね、元は5位にしたかったんですけど、カズマが強すぎたせいで6位にしました。あと振袖アクアと伝説アクアなんですが、実は意外と振袖アクアを使う編成が多かったんです。このダクネスをなぜ入れたかというと、今回の非属性アリーナで200位以内の編成を見ると、ダクネスをバックワンに入れた編成が3つもありました。僕も雷アリーナで伝説ダクネスに救われました。ちなみに動画もありますので、気になる方は確認してみてください。あとダクネスか水着アクアか結構悩みました。例えば前回のアリーナで水着アクアをバックワンに入れた編成が300位ぐらいに2つもありました。でも今回のダクネスパーティーが100位以内に入ってるので、ダクネスにしました。ちょっとここ名前隠したつもりですけど、まあいっか。次、リセマラランキングです。ご覧の通り、メイドリーン、音声メリッサ、雷シエロになります。この3枚以外は自分の好きなキャラでいいと思います。例えばメグミンとかユンユンとか。このファンはあんまりインフレしないので、この3人で一旦ゲームを進んで、今度のコラボイベントまで石を温存しといた方がいいと思います。というわけで、このファン最強キャラランキングを紹介しました。もしあのキャラが強いよとか、このキャラがもっと下でいいんじゃないかと考えていれば、ぜひコメント欄で教えてください。ではチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またね。